いやー人間っていうのはさあの昔よくしてもらったりとかまあまあ優しくしてもらったりとかさ、まあ、そういう記憶に助けられることってあるんだなっていうのを、まあ、今回つくづく実感したよ、まあ、まず敬意を話そう、えー、昨日さ俺がゴミを捨てに行ったんだよそしたらゴミ捨て場に一人の人がいて でチーズって挨拶してでゴミを捨ててでまあ小屋に戻ろうとしたらさおい待てって引き止められてそっからすげえ長い説教タイムが始まってうんまあ俺は小屋暮らしをしてるからさまあ他の人とは異端な生活じゃん、まあ、そういうことでいろいろとまあ俺の小屋暮らしから人格からいろいろディスられたんだが <laughs> 正直さまあ子供の頃に、まあ、小学校の先生にコラーって怒られることはよくあるけどもさこの年になって怒られることってまあまあないじゃんでまあ久しぶりにさすげえ剣幕で怒られたもんだからさびっくりしちゃってさうん、まあ、それからさずーっと頭の中がさ真っ白というかあのー、すごい体が重くなってさ 何なんだろうと思っちゃって。<laughs> うん。なんか怒られた記憶が何回も何回もフラッシュバックしてね、昨日の夜はなかなか眠れなかったしね、このまま悩んでもしょうがないかと思って、とりあえず、まあ、あの、瞑想してたわけですよ。で、やっぱり瞑想中もさ、あの、いろいろ怒鳴られたことがフラッシュバックしてくるじゃん。 で、さらに、その、怒鳴られたことを引き金に、昔の嫌なことも、ばーって、よみがえってくるんだよ。昔怒られた違うケースの嫌なことも、バーってこう、大体さ、こう、人間って、そういう感じで、嫌なことがあったら、その、まあいいや <laughs>。えっと、まあそういう感じだったんだよ、もう。ああ。 で、まあ嫌なことが湧いてきたらとりあえずうわーって苦しんででまたふっと我に戻って瞑想してって湧いてきたら我に戻って瞑想してみたいなひたすらその嫌なことをうん <coughs> ちょっと待って水を飲ましてくれちょっと口の中がさ <coughs> 乾いてうまく喋れない なんか、結構さ、極度の緊張状態だとさ、口の中乾くよな。息、息臭くなんね。まあでも、その <coughs>、主に嫌な記憶がバーって襲いかかってくるんだけども、その中でたまにさ、昔、慰められた記憶とかさ、大丈夫だよって言ったような記憶がパッと出てくる時があるんだよね。 で、それでスーって心が落ち着くんだよ。うん。やっぱりさ、そういうことなんだろうなと思って。人を怒鳴ったり抑えつけようとしたりして、まあ、無理やり、まあ、そういうねじ伏せようとされた記憶っていうのは、体がすごい拒否反応。まあ、俺なんか今、口の中めっちゃ乾いてるしね。まあ、そういうのを引き起こして、優しくされた記憶が、頑張って前進しようっていう。 そういう助けになるんだなっていう、うん、だからやっぱりさあの何でもそうだけどなるべくあの人と接する時はさ相手のことを思いやって優しく接しなきゃダメだなっていう怒鳴りつけるとかそういうのはダメだねうこの人生において何の役にも立たないようなそれで植えつけられたその怒鳴って教育とかそういうのは。 あ、そうだそうだ。あと、俺、嬉しかったことは一個あってさ。<coughs> まあ、あのー、5時ぐらいにアラ,アラームが鳴って起きたんだよ。で、携帯見たらさ、メッセージが入ってて、あ、なんだろうと思ったら、なんか、ネタ郎さんから、あのー、気を落とさずに、まあ、頑張ってくださいよ、みたいな感じの、ちょっと励ましのメールが入ってたんだよ。うん。で、またなんか、ちょっと元気が出たね。うん。 ああ、なんか嬉しいと思っちゃった。<laughs> ありがとうございます、うん。やっぱこういうことなんだろうなって。俺は周りの温かい人たちの、そういうのに救われてるんだなっていうのを今回実感したわ。うん、いやーなんか <laughs>、今日はさ、その、なんだろう、優しくされた記憶とか、助けられた記憶についてあのラジオにしました。 皆さんもね、まあそういう感じで人と接するときはなるべく優しく接するように心がけたらいいんじゃないですかね。それではご視聴ありがとうございました。